い、いつもご利用誠にありがとうございます。はい、ね、こちらはね、企業の制服になります。はい、まあ、作業服といっても、差し支えないと思いますけれども、はい、ちょうどね、後ろ側から見たところですね。はい、左のちょうど、付け根になりますかね、袖の、はい、肩口向きになりますけれどもね。はい、インクの付着ですね。はい、おそらく芯源がね、はい、こちらの袖にあるポケットの、中からにじみ出たんだとは思いますけれどもね。はい、ジェットストリームっていうね、種類のね、ボールペンの着ということですけれどもね。はい、同様のトラブルね、同様のトラブルはね、はい、結構ね、頻繁にご依頼いただくんですけれどもね。はい、ものすごくね、ジェットストリームはね、本当にね、書きやすいボールペンでね、人気があるんですけれどもね。はい、巷でね、その分使われている分ですね、やはりこういったトラブルもね、どうしても多くなるんだとは思います。はい、やはりね、お洗濯する前はね、はい、必ずね、ポケットの中をね、一度確認していただいてからね、お洗濯していただくようにね、注意していただきたいと思います。一回使うと今のもの使えないぐらい使いやすいことですけれども、どうですか？まだね、多分着間もない状態だと思います。はい、もう少しね、あと 2,3 週間すると本当に取りにくくなってきますんでね、できる限りね、こういったトラブルになった時は何もね、手を加えないでね、本当に速やかにご依頼いただきたいと思います。はい、まあなんとかね、解消できそうですね。はい、ビフォーでアフターになります。はい、一旦ここまでですね。はい、ありがとうございます。はい、企業制服仕上がっております。はい、インクがね、本当にね、吸着していてね、もうべったりとね、付着していた状態だったんですけれども、はい、ちょうどこの辺りですね。はい、ちょうど付け根をまたいで、この辺りだったと思いますけれどもね。はい、除去することができました。はい、こちら芯源であったポケットの部分ですね。はい、こちらにまあボールペンを差し入れたんだとは思いますけれどもね。はい、除去させていただいております。はい、まああのね、トラブル直後はね、本当に、大変なことをしてしまったというふうにね、後悔する、されることもあるかと思うんですけれどもね。はい、大抵のものはね、このようにしてね、
除去もしくはね、使用できる状態まで回復させていただくことがね可能ですのでね、はい、そういったトラブルの際もね、慌てることなくねご一報いただければね、はい、なんとかさせていただくことがねできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ご利用ありがとうございます。